崎、日本全発初の優勝、世界スポーツクライミング、2020年東京五輪の追加種目に決まったスポーツクライミングの世界選手権第4日は17日、パリで行われ、ボルダリング男子決勝で20歳の奈良崎千夜、栃木県連盟が日本選手で初めて優勝した。楢崎は16年のワールドカップ、W 坂月。 ランキングで1位の実力者で、4年後の東京五輪に向けて期待の膨らむ快挙となった、靴層、宮城県連盟、ハロクイ、パラクライミングの男子の視覚障害、B1、では小林光一郎、東京都連盟、が優勝した、最終日の18日は、ボルダリング女子に W 杯ランキング2位の野中聖法、東京都連盟、と、同4位の野口慶大。 茨城県連盟の優勝候補二人が登場するリード男子の決勝にはアジア選手権連覇のこれ永慶一郎埼玉県連盟が出場ワールドカップボルダリング最終戦で奈良崎茶野中聖鳳が優勝 IFSC クライミングワールドカップ2016ボルダリング最終戦のミュンヘン大会が行われ奈良崎茶野中聖鳳が優勝しました 二人とも今シーズン二回目の優勝となります。この結果を受け、奈良崎は日本男子選手初のボルダリング種目年間優勝、野中は昨年の自己最高ランキングを更新する2位となりました。今大会で惜しくも決勝進出とならなかった藤井会も年間2位になり、今大会3位となった野口慶大は年間4位になりました。 女子の年間優勝は今大会で2位に入ったイギリスのショウナコクシー。2016年シーズンのボルダリングは2020年の東京オリンピック開催種目に決まったばかりのスポーツクライミングで日本人選手の強さが際立つ結果となりました。